続きまして D セクションの解説をしていきたいと思います。ここは1番のサビが終わった後の、まあ、感想ですね、まあ、2小節のちょっと短い感想になります。ここではまず C C サス4という流れになっています。まず最初 C を普天2分音符分伸ばします。そして4拍目で C サス4を弾きます。この C サス4の押さえ方はこの C のフォームがあると思うんですけど、この人差し指を寝かせて1弦と2弦の1フレットをまとめて押さえてあげます。この状態で5弦から1弦まで弾くコードになります。これが C サス4になります。この C サス4を4拍目に弾いてあげれば1小節分になります。という風になります。そして次の小節に入って1,2,3,4 という風になります。はい、後半はですね2分音符のタイミングでコードを変えます。まず最初 C です。1,2 そして次 G サス4,3,4 という風になります。はい、でこの時の G サス4、これもですね1弦は、まあ、鳴らさない方が、音的にはいいかなと思います。なので G サス4のフォームを作って6弦から2弦までを鳴らす感じですね。なのでこの2弦の1フレット人差し指の場所は C の場所と同じですね。これは固定した状態で G サス4に持ってくるとスムーズにいくと思います。ここまでが D セクションになります。続いて2番に入った A セクションの解説をしていきたいと思います。ここでもアルペジオのフレーズになるんですが、ここではハンマリングや16分音符を混ぜた形のフレーズになってきます。コード進行に関しては1番の時と同じだと思ってもらっていいです。そしたら最初がまず C ですね。はい、まず最初 C は5,4,2,4 と、8分音符で弾きます。そして次コードが G になってこういう風に来ます。ここではですねまず6弦を弾きます。そして次5弦を弾くんですが、5弦をハンマリングします。でこのハンマリングは一度この中指を離して5弦の開放弦を鳴らします。で鳴らしたらこの離した中指を元の5弦の2フレットにハンマリングで戻します。このようになります。はい、で最初の6弦は8分音符で、このハンマリングが16分音符になってます。だからタタラみたいなふわりになります。そして次その流れで4弦3弦と16分音符で弾きます。そして5弦を弾きます。はい、これで3拍目4拍目のフレーズになります。これのピッキングパターンはダウンダウンダウンアップダウンで弾くといいと思います。これも16分音符のオルタネートを意識した、ピッキングパターンになります。これを守るとリズムが取りやすいかなと思います。では次の小節に入ってという風にいきます。はい、ここでは Am、Em のフレーズになります。まず Am は5,4,2,4というアルペジオのパターンで弾きます。そして次 Em のコードでという感じで16分音符を含めたフレーズになります。まずは6弦の開放弦を弾きます。そしてその後16分音符で弾くんですけども、この時まず最初2弦の3フレットを押さえます。まあ、これを小指で押さえてあげるといいかなと思います。で押さえて次小指離して2弦の開放弦を弾きます。そしてその後は 3,4,5 と順番で弾いてあげればいいです。ピッキングはダウンアップダウンアップダウンと弾きましょう。なんで最初の6弦の開放ダウンで弾いてこのパターンを弾いてあげればいいです。はい、これが Em のフレーズになります。2小節目をつなげるとこのようになります。
そして次3小節目といきますね。3小節目は FC4E のコードで弾きます。まずは F を6534の順番で弦を弾きます。そして次 C4E で64弦の順番で弾きます。そして 234と弾きます。この234は16分音符の F 割りで弾きます。なのでダウンアップダウンと弾きましょう。ダウンダウンダウンアップダウンという風になります。はい、これで1小節分ですという風になります。そして次の小節に入ってという風に聞きます。まずは Dm7 です。 Dm7 で4323と弾いてコードを四分音符のふわりで弾きます。まず Gsus4 ですね、弾いて次が Gdiminish を弾きます。これはですね、1番で出てきたフレーズと同じフレーズになります。続いて2番の B セクションの解説をしていきたいと思います。まあ、ここも1番の B セクションとコード進行は同じなんですけども、アルペジオのパターンが若干変わってきます。まずは1小節目 Am Em のフレーズです。まあ、このようなアルペジオのパターンになっています。まず Am のコードですね。このフォームを作ってアルペジオのパターンがというふうにいきます。まずは順番で弾きます。ここはダウンダウンで弾きましょう。そして 1,2,3,4 とダウンアップダウンアップで弾いてあげればいいです。そして次 Em のコードでという風に弾きます。まずは6弦の開放弦弾いて、そして次5弦を弾きます。でこの5弦がハンマリングをします。5弦がですね、これ開放弦1指離して開放弦を鳴らして、この1指を元の5弦の2フレットにハンマリングで戻します。このようになります。そして次4弦弾いて、で2弦3弦の順番で弾きます。ピッキングパターンはダウンダウンダウンアップダウンと弾きます。これが Em のフレーズになります。つなげるとこのようになります。これで1小節分になります。そして次の小節に入ってという風に聞きます。この小節に関しては1番の時と同じフレーズになります。まあ1拍単位でコードを変えてるわけですね。 F G C G B という感じです。で後半の C G 読みの時だけ8分のタイミングで一度コードを弾いて、次3弦を弾くっていうパターンで弾いてあげるといいかなと思います。このようになります。そして次の小節がというパターンで弾きます。 Am Em のフレーズです。まず Am5424 と弾きましょう。そして次 Em で6-4-2-3-4 の順番で弦を弾きます。でピッキングパターンがダウンダウンダウンアップダウンで弾いてあげるといいと思います。はい、これまで1小節分ですね。で次残り2小節なんですけども、この2小節は1番の時の B セクションと同じフレーズを弾いてあげるといいです。